アンジェロ・パロンボは、イタリア・フェレンティーノ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。フィオレンティーナ・アッコフ・フィオレンティーナの下部組織で育ち、2002年2月10日のベネツィア戦で、セリエ A デビュー。新人ながら10試合に出場した。シーズン終了後、クラブの破産に伴い当時、セリエ B の UC サンプドリアへ移籍。 サンプドリア2003から04シーズンにワルテル・ノベリーの監督の下でレギュラーの座を獲得すると30試合に出場してチームのセリエ A 復帰に貢献。セルジオ・ボルピと共に中盤を支え、翌2004から05シーズンにはチームをセリエ A の5位にまで躍進させた。2010から11シーズンにサンプドリアが18位でシーズンを終え、 翌シーズンのセリエ B への降格が決まった際には移籍が噂されたが、首相のパロンボは残留を選択した。インテル2012年1月31日にセリエ A のインテルへ買取オプション付きでレンタル移籍。背番号は17に決まった。しかし目立った活躍を見せることはできず、シーズン終了後にサンプドリアへ戻ることになった。 サンプドリア2012から13シーズン開幕前は移籍が噂されたが結局残留した。2016から17シーズン終了後に現役を引退した。2002年より U-21 イタリア代表の一員としてプレーし2004年の UEFAU-21 欧州選手権で優勝アテネオリンピックでは銅メダルを獲得した。 2006年8月16日のクロアチア戦でイタリア A 代表デビュー。2010年ワールドカップのメンバーに選出されるも、出場機会はなく、チームもグループリーグで敗退した。ありがとうございます。